いや、巻いてもらったんですよ、メイクさんに。おかしか？おかしかね？おかしい？皆さん前髪に厳しい。あ、見えるようになった。見えるようになった。さっきまでこの画面が真っ暗で配信してる自分の顔が見えてなくて、だから前髪がリーゼントになってるって言われても何のことか分かんなかったんですよ。今分かりました。見えとる。ゆきふだじけんけんネギトローズですね。ネギトローズ中坂じゃん。中坂、あきらくん、えぞちゃん、おかも、ん？おかもて、つっち、ひろゆき、くろちゃん、さとももさん、かねごん、たなちゅう、へいが、はいろ、つばさみなみ。ちょっとみんな前髪厳しいな、許してくれたまえ。はい。みさひろ、こんばんは、こんばんは。うん、トールありがとう。ケータン、トモジー、ショウ、マックス、巻きすぎ？前髪に厳しいな、みんな。これでもメイクさんにしてもらったっちゃけどね。シマックマ、はじめまして、てんてんてん。はじめましてなの？巻きすぎか。失礼しました。え、これで公園出ちゃいました。恥ずかしい丈。りょう、かえでちゃん始めたい。いつでも待ってますよ。浮いとる？じゃあ抑えますね。盛り上がってる。前髪のように皆さん盛り上がってますか？ね、めっちゃディスられるんですけども。今日の前髪は何点ですか？0点ですね。シュワシュワしてる。ラムネを食べました今一個。イエーイ、みんなありがとうございます。押さえとって。前髪がモリモリなかえにゃんこと池田かえでです。千人の皆さんこんばんは。 SK48 の9期研究生のかえにゃんこと池田かえでです。と18歳です。長崎県出身です。青春ガールズです。今日はね、野々垣さんとね、ペアでね、子供を抱いて、ほら先週もね、言いました。野々垣さんが美しくて幸せでした。拍手。今日画像がゆめちさんですか？嘘、めちゃくちゃいいんですけど。多分同じお家の中で Wi-Fi を同時に3人で使ってる件かもしれないですね。フォロワーさん3000人おめでとう、ありがとうございます。パチ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 、イエーイ。ということで皆さんね、何をしたらいいと思いますか？3000人突破した暁には。あ、画像悪くないですか？人によるみたいですね。じゃあ三田さん見てください、この T シャツを。はい、今日の T シャツはですね、昨日の T シャツは今日の T シャツコーナー、イエーイ。昨日の T シャツはなんか UFO に乗りに行きましょうって英語で書いてあったらしいんですけど、今日の T シャツは、はい、これ見てください。 How are you my lovely? ということで、これはね、大島優子さん、ちょっとこっちはちょっと後で説明します。これは大島優子さんのファンミーティングの T シャツなんですよ。大島優子さん、皆さんご存知でしょ？ご存知ですよね。
あの大島優子さんですよ、が、あの福岡にね、 AKB 卒業した後にね、ファンミーティングで来たんですよ。自分で書いてないですよ。で、これ買ったんですよね。もう一着買いましたよ、違う色のやつも。これをね、もう大好きなんですよ。見てください。はい、チュースデイ。今日何曜日？今日チュースデイだよね。今日チュースデイだからってわけじゃないんですけど、これ着てますね。はい、で次はこっちの説明をしていこうと思いますが、はい、石川と田辺ですね。はいはい、このぐらいの説明にしておきましょう。はい、これは石川さんと田辺さんのなんだプレゼントの袋に貼ってあったシールをもらいました。なので、Tシャツのこっち側が空白で寂しそうだったので貼りました。はい、今日そう、チーズデー、チューズデーチーズデーじゃない、チューズデー。はい、これ見てください、見えますか、田辺石川ということで、今一緒にいる本日の AD さんは田辺さんと石川さんでした。早めの誕生日プレゼントって田辺さんがコメントしてますけど、そうですね、そんな私の好きが詰まった T シャツの紹介でした。明日の T シャツもお休み間違えた、明日の T シャツもお楽しみに。え？明日、田辺さんに明日は何曜日か英語で答えてもらいましょう。どうぞ。チュースデイ。ウェンズデイ。違う？え？合ってる。合ってる、サースデイかと思った。サンデー、マンデー、チュースデイ。ウェンズデイ、サウスデイ、サンス、フライデイ、サタデイ、サンデイ、ウェンデイ、マンフェンフェン。難しいよ。A, B, C, Z, E, F, Z。英語は苦手です。田辺さん同様。お休み間違えました。楽しいですか、皆さん。コメント読みます。多分あの SK の9期生のことを知らない人とか、今初めて入ってきたっていう方からしたら、ちょっと何言ってるんだこの子はみたいな感じになっちゃうと思うし、前髪どうしたんだよみたいな感じで思われちゃってると思うので、皆さん初めましての方コメント読むので、はい、池田楓と申します。皆さんよろしくお願いします。マチ、たい焼き食べてるクマさん、ありがとうございます。ありがとう。今日手紙出した、ありがとう。手紙嬉しい。私はあのカンカンの中に手紙を保存してます。カネゴン、プレゼント送ります。え、ありがとうございます。何ですか、キャットフードですか、キャットフード。知恵森、僕もエース。前髪面白いねってめっちゃ言われてる、どうしよう。もうない方がマシ説ある。これはこれで、はい、勉強中のあなた、カイニャンを押してください、よろしくね。はい、今 AD さん、石川 AD、 カノン AD がね、あの浮いてる前髪を押さえてくれてます。翔之助、クマさんありがとう。僕はクマ、クマ。学、長崎の星子と池田風さん、長崎のスターになれるように頑張るぞ。いっちゃん、よろしくお願いします。いっちゃんといえば、私がオーディション期間中はエントリーナンバー1番だったので、最初いっちゃんって言ってました。途中から長崎のこけしちゃんってなりました。その前髪クロワッサン、違います、リーゼントです。ミスの ID さん風の髪、おお、本当ですか、嬉しいです。本当なんか
か変ですね。なんかこれで公園出ちゃったのちょっとあれなんですけど。これで公園出ちゃったのちょっとまずいですかね。そう、猫屋敷ちゃんは知らないですね。私はあれだったんですよ。私は長崎のこけしちゃんのつもりだったんですけど、ケーキの子とかも猫屋敷ちゃんって最初言ってくれて、あ、そうなんやってなった。つっぱりです。オラ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 、うーん、私ね視力があまり良くないのでね、近寄らないとねコメントが読めないんですよ。ごめんなさいね。顔面のアップきついですね。じゃがいもは好きですか？好きです。じゃがいも嫌いな人いるんですかね？でもじゃがいもの芽って食べたら毒らしいですね。皆さん気をつけてくださいね。長崎のこけしという印象。おお、なるほど。オラ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 知っとるよ。ジョジョし、あ、うん、知ってます。あのね、お父さんがねジョジョラーなんですよ。なので私あのお父さんと一緒にジョジョのお店に行ったことがあるんですよ。なんかグッズとかがすごい置いてある飲み物屋さんにお父さんが行きたいって言うからついて行ったことがある。じゃがいも美味しいですよね。嫌いな人いないんじゃないですか。ポテイト、ポテイト、トメイト、ポテイト。お父さんは50歳ですね。言っちゃった。お父さんから怒りの連絡が来ないことを祈ります。年齢を暴露してしまいました。ジョジョ園知ってます。あのね、ここがふにゃふにゃしてるのはね、メイクさんがね今日ねここを編み込みしてね、髪飾りをつける土台をね つけてくれたんですよ。だからふにゃふにゃしてるんですよ。前髪にしか目がいかない。もう本当に言わないでください。ちょっと気にしてるのに。じゃあ前髪映さないね。これならいいでしょ。これならいいですか。これだったら前髪映っとらんやろ。おやすみおやすみおやすみ。前髪映ってないですよね。これでもう言わないでくださいね。もう嫌だ。なんでこんなことになっちゃったんだろう。前髪斜めにすると古畑直さんに似てた。それは恐れ多いですね。あーやに怒られるよ。あーやはね古畑さんがね大好きなんですよ。古畑さんのことをはね、語る時のね乙女な感じがね可愛いですね。私はゆずきさんが好きで、今日ねラブリンさん中野愛理さんとねゆずきさんトークをしました。楽しかったです。ラブリンさんとねちょっと話すようになりました。今日ねお写真もね撮ってもらったので、SK48 メールで送りたいと思うので皆さんぜひ登録してくださいね。ハルタムさんに似てる。二村さんですか。うーん、うわー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 。小太郎はじめまして。はじめまして。はじめまして。かわいいですねそのアバター。
カイニャンって言います。仲良くしてください。トール、今日アーヤに連れそうになった。カイニャンはダメでした。スズポン、アイディー、カイニャンです。写真を撮られました。ゆずきさんの昔の創生日記ポストあげるわ。ありがとうございます。私はスタンドバイユーのゆずきさんのポスターをお家に貼ってます。あとね、ゆずきさんがサイン書いてくれたやつも壁に貼って、一人暮らしで寂しい時はそれを見て元気を出してます。声が生駒ちゃんに似てる。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。次は AD 石川さんに、公式プロフィールがカイニャになってた。なんでですかね。カイニャン、なんか旧規制を紹介しますページのニックネームがカイニャンなのに、ニャって間違えてて、変えてくださいって言ったんですけどね。マーライオン、プレゼントあげられなくてごめん。服や、アクセサリー選べずに、そんな悲しいだけ。センスなんてなくて良いさ。生駒さんの生まれ変わりではないです。はい、ではランキングを読みたいと思いますね。はい、13位ハイロー翼、ありがとう。12位タナチュー、ありがとう。11位ミキワ、ありがとう。10位ゴーエ、ありがとう。9位奈良西、ありがとう。8位カズサ、ありがとう。7位みなみかあちゃん、ありがとう。ちょっとランキング変わっちゃったよ。13位奈良西、12位タナチュー、11位カズサ、10位ポル、9位みなみ、8位ハイロー翼、7位フェンリル、6位ショウ、5位ミニチョッパー、4位マチ、3位ショウノスケ、2位クロちゃん、1位ヒロくん、おめでとう。拍手、パチ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 。何これ、ね、苦手な匂いがするよ。